等式 x たす y かける 2x たす y たす a イコール bx2 乗たす cx たす、cxy たす y2 乗引く x 引く y が xy についての高等式となるように定数 a と b と c の値を定めてくださいという問題ですけど、とこれ x と y についての高等式とは何かっていうのが問題になるわけですけど、高等式って出てきた最初の頃は多分一つの文字についての高等式ということをほとんどやってきたと思いますが、これは二つの文字についての高等式です。で、高等式ということの定義に戻って正確に述べるならば、これは任意の x と y について、任意のの範囲がしかも何にも言ってなかったら実数だと思うのが確か高校数学のルールなので、任意の実数 x と y について常にこれが等式として成り立っているように定数 ABC の値を決めてくださいということですが、現実問題としてはこれ両辺多項式になるので X と Y の多項式として等しいということが言えればいいわけです。これでもまあ高等式っていう条件から少しも緩めてないんですけど、で多項式だったらが等しいとはどういうことかっていうと、係数比較して等しければいいわけですよね、各項の。でこの各項が X と Y の二変数になってることが問題ですが、まあ論理的に厳密にやろうとすると結構大変な可能性がありますが、感覚的にはだいたいこんなもんでいけるという。で X と Y についての多項式ということに疑念の余地がない人はサラサラとできると思いますが、ちょっと丁寧にやっていきます。で左辺をこれ展開しますと、右辺がこういう形になっちゃってるから比較しようと思ったら展開するしかないわけですね。で丁寧に展開していきます。2X2 乗足す xy たす ax で、x のが変数だと見ているから定数を a を前に持っていきます。足すことの 2xy たす y2 乗たす ay、 これも同様ですね。でこれを同類項をまとめておきますと、 2x2 乗たす 3xy たす y2 乗たす ax たす ay と。でX と Y についての多項式ってどういう順番で整理するかっていうのをいつも迷うんですが、ここでは X と Y についての2次1次で0次が今たまたまないのでというふうに X と Y の合計の次数で項別の順に整理しています。これをどういう順に整理するかというのは、まあ問題によって使いやすいふうにというのがあるんですが、今実はこの右辺がそういう順番で整理されてるからそれに合わせました。で比較しやすいようにしとくのがポイントです。でこの整理の仕方の基準については実はいろいろあるんですが、ちょっとそれは後で述べることにして先に回答まで走っていっちゃいます。でこれが右辺イコール、まあ、イコールって書くのなんか日本語の文章として変かもしれませんが、右辺すなわち bx2 乗足す cx 足す y あ cxy 足す y2 乗引く x 引く y にX と Y の多項式として等しいから、からっていうのは等しくなってほしいのでっていう意味ですよ。例によって X と Y の多項式として等しいっていうのは任意の X と Y に対して等しい、すなわち X と Y の高等式であるっていうことと同じ意味です。それはあえて多項式としてという言い換えをちょっとここで学んでいただきますが、そうすると多項式として等しいということは各項の係数が全て等しいということですから、各項の係数を比較するとどんな風に比較していくかっていうと、 x2 乗と x2 乗が等しくて、 xy の項と xy の項が等しくて、 y2 乗の項と y2 乗の項が等しくて、もういろいろ大変となってきましたけど、X の項と X の項が等しくて Y の項と Y の項が等しいと、そういう世界 でそれを丁寧に書き下していくと、これ全部かつですよ。2イコール B、X2 乗の係数2イコール B かつ XY の係数3イコール C かつ、Y2 乗の係数1イコール1。普段書かないけどこういうことも論理的には当然成り立ってて叱るべきなので書いておきます。で a イコールマイナス1、ここ引く x っていうのは足すマイナス x ですから、それ注意すると a イコールマイナス1が2個出て、同じの2個出てきます。
これが全部同時に成り立ってる必要があります。すなわち A イコールマイナス1であって、 B イコール2であって、 C イコール3と。でこの X と Y の多項式ということに疑いがなければこれで終わりです。で感覚的になんとなくできちゃってる人もいると思いますけど、 X と Y の多項式ということを厳密に考えるとどういうことかというと、だ X と Y の高等式っていうのは任意の X と Y に対してですから、 X と Y をそれぞれ好き勝手に動かしていいわけですよね。どのような X とどのような Y に対してもこれイコールこれになってなきゃ困るので、でそうすると X と Y を同時に動かした場合にどうなってるかっていうのは結構よくよく考えるとややこしい話で、でこれをじゃあ別の整理の仕方したらどうなるのかっていう話があるわけです。例えば X についての多項式とみなして項引の順に整理するっていうと、 2X 左辺は 2X2 乗足すことの 3Y 足す A 倍の X 足すことのあと定数項が Y2 乗足す Y になっていて、でだから X の二次式であって、各項がさらに各項の係数がさらに Y の多項式になってるとか、そういう整理の仕方もできるわけですよね。でそうした時に X の高等式と見てからもう一回 Y の高等式と見るってやると、なんかここら辺に Y が入ってきて、そっから今度任意の Y に対して成り立つからとかいう比較も実はできます。でできるんですけど、それって初めからこうやったのと同じな上に一旦 X でくくり切らなきゃいけないので手間がかかるので、ここではもうちょっとスタンダードというかうまい方法でのつもりで初めから X と Y についての多項式っていうことをやったんですけど、論理的には X と Y についての多項式っていうのは X の多項式であって、その係数がさらに Y の多項式になってるから展開すると X と Y の多項式になってるっていう、そういう世界なんですよね。でこれは多項式間という言葉を知ってる人だったら X と Y 実数係数の X と Y の多項式というのは、X の多項式を係数とする Y の多項式みたいな、さっきの話の順番だと Y の多項式を係数とする X の多項式、こういう話がありますが、普通の高校生というか普通の大学生でも多分あまり知らないと思うので、結果として等しくなるでしょっていう、そうすると、クロスタームというか、X と Y の両方が入った項みたいなのも出てきて、で、こういうのを、これ関数だと思ったらかなりややこしい話になりますけど、これ数学 C ぐらいまで最終的にはいっちゃいますけど、X の多項式の係数が Y の多項式だったら、X と Y の多項式になるということを冷静に考えて、でもめんどくさいので、初めからこういうもんだと思っておけばいいわけです。その代わり、X と Y についての二次式とか言われた場合に、二次の項の中にはこういうやつ X と Y を両方含んでる項も出てくるということがあるので、数え落としをしないように注意してください。特に一般項の形で置いて多項式を表してから求めていくという類の問題だと、そこのところ気をつける必要があります。で場合によってはそれだったら初め X の多項式だと思って係数はさらに Y の多項式で何次以下とか、そういうふうにやった方が間違いは少ないかもしれません。ということで念のために申し上げておきましたが、まあ大体感覚的に合ってればひとまずはいいです。